仙台市消防局は日中の救急体制を強化するため、東北で初めてデイタイム救急隊を発足させました。デイタイム救急隊は青葉消防署に設けられました。隊員は4人で、平日の午前8時半から午後5時まで勤務します。青葉消防署は昼間の人口が多い仙台市中心部にあることから、日中の救急搬送が多く、救急車の出動件数は午前8時から午後6時までの10時間が6割近くを占めています。これまでは24時間勤務の2つの救急隊で対応してきましたが、デイタイム救急隊が組織されたことで、日中の体制が強化されます。また、育児や介護などの理由で救急の現場を離れた職員の受け皿にもなります。働く母として、また救急隊員として、救急救命士としての役割、母親としての役割もしっかりと務めていきたいなと思います。